短い階段ですこれはもしこうしたらどうなっていたのだろうと今でも気になる不思議なお話です私によくお話をくださる K さんのその友人から K さんが直接聞いた体験談をご紹介しますその友人を仮にひろむさんとしておきますそれはヒロム君がまだ小学校1年生の時のことでした共働きのご両親のため ほとんひろむくんは両親が仕事から戻ってくるまでは母方のおばあさんの家に預けられていたそうですそう聞くと寂しい幼少期を連想しますがひろむくんはおばあちゃんちに行けば大好きなお菓子が食べられるし家の周りに面白そうな探検場所がたくさんあったのでとても楽しかったとのことですそんなある日のこと午前中は市民プールに行って友達と遊び その後おばあちゃんちでお昼を食べたらすっかり眠くなったのだそうです。そこでひろむくんはおばあちゃんちの和室でタオルケットにくるまってお昼寝をしていました。どのくらい寝ていたのかふと目が覚めたら障子の引き戸から夕日が差していたそうです。家の中は静まり返っていました。 もう夕方になったんだとヒロム君が思ったのとほぼ同時にガタガタガタと玄関の引き戸を開けようとする音がしました誰かが訪ねてきたと思ったヒロム君は音のする玄関にいたそうですするとすりガラスの玄関引き戸の向こうに人影が見えましたそのすりガラスの向こうの人はヒロム君が来たのに気づいたようで声をかけてきました ひろむくんいるごめん、鍵忘れちゃってさ、開けてくれないそれを聞いてひろむくんは、開けないとだけ答えたそうです。するとそのガラス越しの人は、今、両手が塞がってて開けられないんだ。開けてくれないと言いました。それでもひろむくんは、開けないとだけ答えたそうです。するとまたその人は、 ちょっと扉のとこをカチャってやるだけだから開けてくれないというのでした。ヒロムくんもまた<っ>開けないとだけ言いました。そんな感じで開けて開けないのやりとりを続けているまさにその最中、家の裏手からまたガタガタガタという音がしてきました。ヒロムくんははっとしてすぐにその音がする方にかけていきました。 そこは家の裏手にある台所脇の勝手口でしたするとその勝手口が開きおばあちゃんが中に入ってきましたひろむくんはおばあちゃんだとほっとしてすぐに抱きついたそうですその様子にちょっと驚いたおばあちゃんはどうしたのと聞いてきましたひろむくんは「今誰か来たでも開けなかった」と答えたそうです その言葉を聞いておばあちゃんは幼いヒロムくんが防犯のため玄関のドアを開けなかったのだとすぐにわかりました。幼いながらもヒロムくんは誰かが来てもむやみに玄関を開けてはいけないことを知っていました。そしておばあちゃんは日頃は一人では出入りに勝手口しか使わないのも知っていました。おばあちゃんはそうなのを偉かったねとヒロムくんの頭を撫でてあげました。 でも、ひろむ君は開けてしまおうかどうか、本当はかなり迷ったそうなんです。すると、おばあちゃんが、で、その人ってどんな人だったの、と聞いてきました。おばあちゃんと、ひろむ君は答えました。おばあちゃんは、ああ、年取ったおばあさんだったんだ、というと。ううん、おばあちゃん、と言って、ひろむ君は目の前のおばあちゃん本人を指さしました。 おばあちゃんは意味が分からず「えー、おばあちゃんは今勝手口から来たじゃない違うでしょ?」と孫が何か勘違いしているという感じで言いましたするとひろむくんは「でもおばあちゃんの声だった」と言いましたおばあちゃんは「きっと聞き間違えたんだろうね」と言って笑って話はそこで終わってしまったそうですでもヒロムさんは、 今大人になってはっきりわかると言います宏夢さんは圭さんに「うちのおばあちゃんは昔からかなりのヘビースモーカーですごくしゃがれた声で癖のある感じだったんですよ」。それにこの話って実家の和歌山の話なんですけどおばあちゃんは生まれて一度も県外に住んだことがない喫水の和歌山弁の人だったんです。 ちょっとした声真似ぐらいでもあのすりガラスの向こうの声は完璧におばあちゃんの声でしたと言っていましたそして勝手口からの音が聞こえなかったら自分は玄関を開けていたかもしれないもし開けていたら誰がもしくは何がそこに立っていたんだろうそしてどんなことが起きていたんだろう